ピエール・エ・マリー・キュリー駅は、フランス・パリの南縁にあたるイブリー・シュルセーヌにある、メトロ7号線の駅。駅名は、ノーベル物理学賞を受賞した、キュリー夫妻にちなむ。駅入口ライト壁面に埋め込まれた、駅名表1946年5月1日、メトロ7号線が、それまでの終端駅ポルト・ディブリー駅から、メリー・ディブリー駅まで延伸した際、その区間上に開設された。 相対式ホーム2面2線の構造を持つ。駅名は、ノーベル物理学賞を受賞したピエール・キュリーとマリ・キュリーの夫妻にちなむ。当初は、ピエール・キュリー駅として開業したが、2007年1月31日に、現行の駅名に解消された。書類上の解消日であり3月8日はちょうど、国際女性デーに該当する。パリメトロには他にも、女性の名前にちなむ駅名があり。 バルベスロシュシュアール駅や、ルイーズ・ミシェル駅が該当する。2011年の年間乗車人員は141万6989人。2012年は144万4456人。2013年の年間乗車人員は140万4039人で、これは、パリメトロで283番目の多さである。 パリ交通公団の路線バス125系統が運行されている。ありがとうございます。